レンネル諸島の地図3つの干渉の NASA の写真、北干渉が右に映っている。インディスペンサブル城は、産後海の大規模な干渉群。干渉はソロモン諸島国のレンネルベローナ州に属している。おおよそレンネル島から 50km ほど南にあり、レンネルトラフで隔てられている。北西から南東に 114km ほどの長さで連なっており、 平均の幅は1 8トルほどである。北干渉、中干渉、南干渉の三干渉があり、それぞれが三五礁で囲まれた険しく深い礁拠を持っている。それぞれの干渉の間は2から3トルの深い水路で隔てられている。北干渉は1 8トルほどの長さで、幅は7トルほどである干渉の北と北東には水路がある。 小湖と珊瑚の平坦面を合わせた干渉の合計面積は100平方キロメートルほどである。中干渉は51キロメートルの長さであり、ノッティンガム島と呼ばれる小島が干渉中部に存在する。中干渉の中央部はくびれており、小湖は北西部と南東部に分かれている。合計の面積は300平方キロメートルほどである。南干渉は21キロメートルほどの長さで、 あり幅は最大8キロメートルほどである。1 8ルから3 5ルほどの深い干渉を囲んでおり、合計面積は100平方キロメートルほどである。1868年にネプチューン号が同干渉で座礁し、失われており、乗員が SS ブーメランによって救助されている。第二次世界大戦の中1942年5月7日の産後海海戦で、 日本海軍の空母、昇格から発進し低察飛行を行っていた97式艦上攻撃機2機が燃料不足によって不時着したとされる。搭乗員は機動部隊から派遣された駆逐艦有明に救助された。1980年代、ソロモン諸島政府はインディスペンサブル省で軍生する車庫外の密漁を行っていた台湾船を逮捕した。また、 水生動物取引のために産後と絶滅危惧種の魚類も集奪されている。ありがとうございます。